皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今年も、このイベントがやってきました。八村グーバスプレゼンツ、星空撮影ミーティング by 成沢博之ということで、いわゆるファミでございます。はい。日時がですね、2023年11月18日、土曜日でございます。時間が18時半、6時半からですね、6時半から、深夜0時までということで、晴れたら外でやろうぜっていう感じですね。一応イベントの内容をご説明しますと、私のその撮影レクチャーというか、私の講座ですね、いろんなところで私講座やってますけど、そういうところでは、お話ししてない内容を話そうと思っています。まあ、ファンミなのでね、私の活動を普段から見ていらっしゃる方にとっては、あ、そういう話聞きたかったんだよなみたいなのが聞けると思います。それから作品高評価ですね。参加者の皆さんから、作品をお預かりさせていただいて、写真なりタイムラプスなりの、高評価をしたいと思っています。そして、交流会アイスブレイクタイムということで、ライブ配信とかでね、こうコメント欄のところで、名前を見かけることがあっても、その人と直接お話しする機会ってなかったと思うんですけども、そういった方とこうなんか、あなたがあの方ですかみたいな感じで知り合っていただいて、まあ、その後ね、私の、まあ、ネットワークというか、自分というフィルターを通じてですね、こう共通意識のある方々とですね、一緒に撮影とか行ったらね、楽しいと思うし、なんか意見交換とか機材の、相談とか気軽にできるような仲になったらいいなと思うので、そういった、お付き合いが生まれればいいなということで、今回その交流会アイスブレイクタイムを設置させていただいてます。私自身がですね、タイムラプスを始めた時とかすごく孤独だったので、あんまり周りでやってる人いなかったですから、そういうことをやれる状況っていう環境っていうのはあんまりなかったんですね。だから皆さんにはそういう環境を作っていただけたらと思ってですね、そういう場を設けさせていただいております。まあ撮影もするんですけども、ファンミーティングなので、晴れたら撮影しましょうねと、で晴れなかったら晴れなかったで、みんなでちょっとワイワイやりましょうねみたいな感じなので、撮影だけやりたいよっていう方は、普段私がこのチャンネルでですね、いろいろ告知をさせていただいている星空撮影会とか、そっちの方にそこ参加いただければなという感じですかね。で参加費がですね、税込み2万5000円となっています。で、定員が30名、の定員となっています。まだ枠あると思うんで、興味のある方ぜひご参加いただければなという感じですね。一応ナミアイパークさんの方で仮眠スペースみたいなところを作ってくれてるんで、まあ、疲れたらそこで休んでいただくことはできますので、まあ、もしすんごい晴れて、みんなで撮影してる時にちょっと疲れたってなったらですね、そこで休んでいただくこともできますので、まあ、男性女性問わずですね、安心してご参加いただければなという感じですね。で今回は、シグマさんの協賛で、シグマさんのアートレンズの貸し出しがあるのかな、うん、イベント中利用いただけますということで、なんとシグマさんが協賛してくれることになっております。アートラインのレンズ気になっている方には絶好の機会かなと思うので、こちらもぜひ、ご参加いただいた方にはチェックしていただければなという感じですね。そんなところかな。うん。まあ、このイベント自体は私のライブ配信でももうすでにお伝えしてますし、あと、すでにイベント自体はもう告知されてるものなんですけど、ちょっと私のチャンネルでですね、改めてこういうイベントやりますよということで、お知らせさせていただきました。まあ、1年間ですね、私を支えてくださった皆さんにですね、私から、まあ、せめてもの恩返しじゃないですけど、なんか楽しんでいただく、機会になればなと思ってますんで、いつも以上に私も頑張りたいと思ってますんで、まあ頑張りたいじゃないな、一緒に楽しんでいただければですね、という感じですので、よろしくお願いいたします。それでは今日はこの、イベントの告知のみになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね。どうもどうも。